いつ寝るかの準備を数日前から計画的にやる。WBC で MVP を獲得したかと思いきや、高校の先輩である菊池雄星投手からホームランを放つなど、2023年シーズンも好スタートを切った大谷翔平選手。常人離れしたパフォーマンスに驚かされることばかりですが、投打でハイレベルのパフォーマンスを維持する秘訣として、睡眠に強いこだわりを持っているのをご存知でしょうか。普段見ることのない大谷選手の生活を紐解くと、1日12時間寝る、つねっても起きないなど得意な睡眠伝説があるといいます。もし1日1時間増えるとしたら、その1時間を睡眠に充てるというまで睡眠に強いこだわりを見せる大谷選手。超人的活躍を支える寝る力とは、知られざる睡眠計画の謎に迫ります。驚異の睡眠力、寝ることもトレーニング。 WBC で投打にわたって大活躍し、侍ジャパンを3大会ぶりの優勝に導いた大谷選手。その活躍の陰には表には出てこない多くの努力があるはずですが、誰もが真似できるとしたら睡眠力かもしれません。大谷選手は小学生の頃から今に至るまでよく眠ることを心がけているようで、なんとその平均睡眠時間は10時間とも12時間とも伝えられています。もちろん量のみならず質も充実しているようで、 WBC 準決勝、決勝が行われたアメリカ・フロリダ州マイアミに移動する際には、大谷選手と契約している寝具メーカー西川社のコンディショニングギア、エアーを持ち込む画像をインスタグラムに投稿し話題となりました。ただでさえ大谷選手は二刀流として重労働であるにもかかわらず、 WBC ではキャンプ地のアメリカ南西から来日し、1次ラウンドと準々決勝を戦った後、またアメリカ南東部へと戻るというハードスケジュールをこなしていました。このような状況においても高いパフォーマンスを発揮するために、大谷選手は睡眠にものすごく気を使っている、睡眠の質を測定するバンドもつけているとかと、ベテラン WBC 担当記者は語っています。特注のマットレスと枕を愛用し、遠征先にも携帯型マットレスを持ち込むなど、さまざまな方法で疲労回復に努める大谷選手。そんな寝る力の一端を知るのが寝具メーカー西川であり、日本ハム入団以来睡眠コンディショニングサポート契約を締結するなど、快適な睡眠をサポートするため大谷選手の睡眠環境をバックアップしています。マーケティング戦略部の広報担当者は、大谷選手は体が資本という考え方が非常に強く、食事や運動と同じく睡眠をトレーニングの一つのように捉えていますと語るなど、意識の高さに一目置いている様子。また西川社では、大谷選手が使用するための寝具の測定を定期的に実施しており、測定では全身の筋肉や骨格、体の歪みなど360度可視化できる最新の計測器を使用し、計測する身体的なデータは約120万にも及ぶというから驚きです。この枕やマットレスを遠征先にも持ち込んでいるというから、大谷選手の睡眠へのこだわりようがわかるのではないでしょうか。実際、西川社のインタビュー動画でも、深い眠り、質と量と合わせて大事だと思いますと話している大谷選手。長いシーズンを通してパフォーマンスを維持するために疲労回復は必要不可欠であり、最初に疲れをためない、後半にしっかり疲れを抜いてしっかり次の試合に臨むという意味でも大きいことですね、睡眠は、と言い切っており、異次元のパフォーマンスを発揮するためにやれることは全てやるという真摯な姿勢で取り組むということが、大谷選手の活躍の秘訣なのかもしれませんね。最大の敵は時差？真似できない睡眠計画。睡眠に強いこだわりを見せる大谷選手ですが、それを悩ませる要因として、広大なアメリカ国内には時差が存在しています。
特に本拠地のある西海岸のアナハイムから3時間進む地域にあるニューヨークやボストンなどの東海岸での連戦は、睡眠の質と量を求める大谷選手にとっては非常に悩ましい問題となっています。そんな過酷な状況であっても、二刀流としての活躍を止めない秘密が凝縮された一言が明かされています。遠征の際に最も気を配るポイントとして、一番は睡眠ですかね、やっぱり時差があるので、と語るなど、睡眠に強いこだわりを見せ、最高の睡眠こそが最高の準備とも言えるのではないでしょうか。また東海岸から本拠地に戻る際には、時差があるのでここからまたすぐにアナハイムに戻りますけど、いつもだったら中地区のチームとの試合を挟んだりとか、多少緩い感じはあって、こんなにタイトな感じではないかなと語るなど、時差の影響を気にしている様子。実際東から西への移動は3時間戻ることになりまして、トンボ帰りとなると極端に時差の影響を受けてしまいます。そんな状況だからこそ、いつ寝るかの準備を数日前からしっかり計画的にやる必要があると語るなど、睡眠管理に余念がありません。時差のない日本では考えられないことですが、二刀流をシーズン通して成功させる秘密が端的に詰まった一言だったのではないでしょうか。遠征のたびに綿密な睡眠計画を立てて乗り込む大谷選手について、ネビン監督は、翔平とは睡眠やリカバリーについての話をした。彼のやることは本当に印象的。彼は常に準備ができていると余念のない準備に驚きを隠せない様子。監督との会話において睡眠計画が主要テーマになる選手は多くないかもしれません。自己管理がしっかりなされ、計画通りに自分を律する姿がチーム内でリスペクトを集めているのではないでしょうか。また食事から睡眠、何から何まで野球に全精力を捧ぐ姿に、ネビン監督は、彼はどんな環境でも目的を達成する。誰も見ていない裏の球場でだって、4万人が入っているヤンキースタジアムと同じように競争心を発揮するだろう。だからこそ彼は特別な選手で、球界屈指の選手なんだ。と、称賛の言葉を送っています。前代未聞の二刀流としての活躍の裏には、常人にはなかなか真似できない、表には見えない努力が隠されていました。打っても一流、投げても一流、走っても一流。そんな大谷選手の戦いは、フィールドに立つ前から始まっているのかもしれませんね。練習中に昼寝？新たに取り入れた勝つための睡眠とは？大谷選手がここまで睡眠にこだわりを見せるのには、疲労回復することで高いパフォーマンスを維持し続けるためだと言われています。肉体の疲労回復と成長、そしてメンタル面の安定にも影響する睡眠の質と量の確保は、アスリートにとって最重要課題の一つです。そんな大谷選手がメジャーに渡ってから始めたこととして、ナップタイム、昼寝を挙げています。日本と比較して試合数も多く、移動距離も長いため、過酷な連戦が続くシーズン中は、球場入りしてからご飯を食べて、試合までの2時間ぐらい寝る時もある、と積極的にナップタイムを取るように心がけてきたといいます。新型コロナウイルスの影響であまり見られなくなったようですが、大谷選手がエンゼルスに入団した直後は、仮眠室を利用する選手が大勢いました。実際大谷選手もナップタイムについて、日本にいた頃はあまり見なかったけれど、メジャーでは結構寝る人が多い、ロッカールームで寝ている人やタオルをかぶって寝ている人もいる、そうやってやらないと疲労回復が間に合わないというのもある、もちろんできる限りベッドで寝る時間を増やし、朝までの睡眠時間の量はしっかり確保した上で、ナップタイムはプラスという感じですと語るなど、体調管理に余念がない様子。そんな大谷選手ですが、少年時代から睡眠に対する意識の高さの片鱗を見せています。野球を始めたのは小学校2年生の秋、
リトルリーグに所属していたが、地元の少年野球団には入ってなかったので、練習や試合は土日で、平日は普通に遊んだり、週2ぐらいでスイミングしていた。と、のびのびと運動に取り組んでいた大谷選手は、夜9時には必ず就寝しており、その回やって恵まれた体格が出来上がったといいます。まさに、寝る子は育つを身をもって体現しているのではないでしょうか。また、長いシーズンを戦う上で、特に投手にとって睡眠は非常に大事なリカバリー時間だと大谷選手は言います。中5日だったり、4日の時もあるが、その中でどれだけ回復させられるかが重要。20から30試合を投げる中で、より後半に向けてそれが大事になってくる。最初に疲れをためないためにも、後半にしっかり疲れを抜いて試合に臨むという意味でも睡眠は大きいこと。そんな大谷選手でも眠れない夜もあるようで、勝った試合だったりいい試合だった日は体が興奮している状態でなかなか寝られないと言い、むしろ試合に負けたり打てなかったりした日は帰ってすぐ眠れるタイプと語るなど、可愛らしい一面も覗かせています。しっかりと鍛え、そしてしっかりと眠る。勝つための睡眠で心身を整えた大谷選手のさらなる活躍を期待せずにはいられませんね。驚異の睡眠エピソード、つねっても起きない。大谷選手と睡眠は切り離せないものですが、1日12時間寝る、つねっても起きないなど得意な睡眠伝説があったといいます。右肘手術明けの2019年の春季キャンプ時に、昼4時間、夜7時間の計11時間の睡眠をとっているとスポーツ紙に報じられた際には、一番大事に考えているのは寝ることです。もともとシーズン中はいっぱい寝るようにしてきましたけど、特にいっぱい寝るようにしていますね。と語っていたほか、別のインタビューでは、ナイトゲームの翌日がデーゲームなら6、7時間寝られればいい方ですけど、ナイターだったら10時間から12時間くらいは寝ていますと驚きの睡眠エピソードを語っています。睡眠導入剤などは使わず、寝ていいと言われたらいくらでも寝られますというから、筋金入りのロングスリーパーなのかもしれませんね。またもう一つのエピソード、つねっても叩いても起きないについては、母の佳代子さんが語っています。幼稚園や小学校の低学年ぐらいまでだったと思いますけど、学校から帰ってお友達と外に遊びに行く翔平は、夕方に家に帰ってくると体力を全部使い果たしている感じでソファーで寝てしまうことがよくありました。夕飯の支度をしていても全く起きない。結局お父さんに寝室まで運んでもらって、そのまま朝まで寝てしまうことが週に何回もあった時期がありました。大谷選手の驚異的な睡眠力には驚かされますが、本人も睡眠を楽しんでいるようで、寝ている時とかなんかいけそうだなというのが出てきたりするのがやっていて面白い、次の試合で試してみようかと考えていますと、夢の中でも野球一色のようです。睡眠をも野球のためと考える大谷選手。野球界の常識を覆した投打の二刀流は、より良い睡眠との三刀流によって支えられているのかもしれませんね。あなたはどう思いますか？あなたの意見もぜひコメント欄に書いて教えてください。また、大谷選手を応援している、活躍をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。